ザ・マイクロのノズル交換の仕方についてご説明いたします。ケーブルはすべて外して行います。まずカバーを外します。黒いシリコンカバーを外します。エクストルーダーをプリンターから外します。左側を外へ引っ張り、右側を上へひねると簡単に外すことができます。次にノズルを外します。硬くて外せないときはペンチや六角レンチを使います。ここではマイクロで作った5ミリの六角レンチを使っています。交換ノズルを取り付けます。ノズルが白い筒、ヒーターを通るようにしてください。黒いシリコンカバーを戻します。シリコンがヒーターを完全に覆うようにドライバーなどで押し込みます。ルーダーを元に戻します。カバーを戻して、これで交換は完了です。うまくいきましたか？